インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦です。これからの戦い、勝ち点の戦いではありません。 Do or die、 生きるか死ぬかです。勝ち点を争う戦いから勝利をもぎ取る戦いへ、日本国国歌お聴きいただきます。続いてイングランド国歌です。激闘を制した自信、母国のプライド、その全てをかけて戦う勇者たちです。日本ボールでスタート。インターナショナルカップ決勝トーナメント1回戦、日本対イングランド。トーナメントの初戦の入り方は非常に重要ですよね。ゲームプラン通りに戦えるか注目です。上げてくるか、中村。いいですよ。ダイビングヘッド。最後ヘッド合いません。さらに前線へと行きたいところ、ルーニー。ここは人数をかけて奪いに行きます。前線へのボール、駆け上がる、つながっていく、打てるか、ゴール。イングランドを相手に先にゴールを決めました。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、オフサイドラインギリギリでしたね。やっぱりああいったところでパスが通ると決定的なシーンになりますよね。さあ日本、この重要な試合でまず一歩リードしています。出足はいいでしょうね。先制点は大きな鍵を握りますからね。やはり一発勝負になってきますからね。香川、香川スペース使ってきましたね。打てそうだ、シュート。来たか、
つながります。狙いは良かったと思いますけど、ちょっとタイミング合いませんでしたね。どう仕掛けますかね。うん、渡ります。打てますよ。シュート、ゴール、追加点決めます。これで2点差。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、今みたいなスルーパスはね、ラストも頼むから止めてくれっていう、こう愛情たっぷりのパスなんですよね。しっかりそれが伝わったんじゃないですかね。今日2点目のゴールです。さあ日本、着実に得点を重ねていきます。2対0。いや、個々のパフォーマンスが非常に高いので、連続してゴールが生まれてますよね。さあ右へ預けて、アシュリーコール読んでいる。奥名、増田、さあ裏のスペースを狙います。アシュリーコール読んでいる。流れるようなパス通りません。エンド、さあスペースを狙う。受けます。シュート、ゴール。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。シュートまでのドリブル見事でした。そうですね、ドリブルでゴール前にも落ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね。今日3点目、絶好調ですよね。さあ日本、最初にリードしてさらに2点追加しています。まあ1点取った後またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。ボールはクリアされますが、コーナーキックへと続きます。どうだ、そのまま打つ。ボールは渡る。スペースを狙います。前向かいましたよ。中央シュート、前半29分が過ぎました。このボールはクリアです。ワード、ロングフィード、抜け出しましたね。ボールつながります。ボールクリア、このクリアはそのままラインを割っています。ここは一旦切ります。コーナーキック、さあどのようなボールを選択するか。イングランドとしては中央に固まった後にうまく拾えられないですよね。どう出るか。左サイドです。シュート、このボールはキーパーがキャッチします。ウォーカー、
っとこぼれてますね。イングランドとしてはちょっと右サイドがうまく使えてませんよね。もっと大きな展開が欲しいところですね。イングランドとしては中盤の攻め上がりっていうのはいいんですけど、その先ですよね。最後のところが噛み合ってない印象ですね。切り込むか、シュート、ゴール。今日は止まりません。素晴らしいコース、これはキーパー届きません。これで今日4本目です。さあ日本、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。左サイド上がっていく、走りまくっています。これはラインを割りました。増田、さあ中へ行く、自分で行く、上げるか、ダイレクト。おっと、素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛。日本決定機でした。日本が着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですが、どうでしょう。いい戦い方をしていると思いますね。特に守備面で非常に安定感がありましたよね。ありがとうございます。さあ勝てば進む、負ければ母国へ帰るという決勝トーナメント初戦です。日本が大量リードで後半を迎えます。さあ早々と後半がスタートしています。しかしまだ45分、サッカー何が起きるか分かりません。香川、遠藤、ここで切り込んでいきます。絶好の位置だ。ちょっと勢いがつきすぎました。ジョン・テリー、これはクリアします。さあ誰がいるのか、中村が対応。ボールが上がってくる。イングランドとしては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないですね。カズ、この試合すでに4ゴール。素早いチェックからボールを奪います。レノン、本当ですよ。チャンスですよ。ここで出ました、ね、流しますか。渡ります、さらに返す、これは取られます。イングランドとしては右サイドを崩そうという狙いかもしれませんけどもね、ちょっと奪われるシーンが目立ちますよね。もういい形ですよ。これはファウルでないのか。後半20分経過です。拾います、ジョーンズ、いいボールだ。絶好のパス、これは枠の左へというシュートでした。コンテボールからシュートまでの流れが早かったですね。まずは1本シュート打ちましたね。後半バードは抜けてくるか、中盤での奪い合い。中村周囲に終わりました。直接狙うにはまだ距離があります。
どうだ。ここは一旦コーナーに逃れます。イングランドは3本目のコーナーキック、上げる、クリアします。ヘディング、ギリギリのところ、レフリーオフサイドを取ります。どうする？抜けてきます。さあどう攻めるか、左サイドです。ボールを受けます。前を向くことができるか、中村へ。どう出るか、渡ります。シュート、決めた。日本さらに突き放します。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュするのか、そのためにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。これがなんと今日5点目。ボールを下げてリズムを作るか、ワード、これはキーパーがキャッチします。増田、ここで奪ってきた、ボールは渡る、このファーストタッチ、ゴール。続けにゴールを決めてきます。ただいまの得点シーン、奪ってからが早かったですね。いかがですか。そうですね、高い位置から狙ってましたね。奪ってからシュートまでの一連の動き、素晴らしい攻撃でしたね。ジョン・テリー、チャレンジはしません。後ろに流す、ウォーカー、これはラインを割りました。長友へ、さあシュート、ゴール、連続ゴール。力強く足を振り抜いたシュートをネットに突き刺さりました。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。テリー、インターセプト、エリア内フリーだ、ボールがこぼれる。さあクリアします。インターセプト、見事なパス、こぼれてますよ。さあ打てそうだ、ボールをコントロールする、バードラー、いやキーパーナイスセーブでしたね。コーナーへと逃れます。意地見せてほしいとこですよね。どうだ、ヘッド、
これはオフサイド。ボールを下げてリズムを作るか。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、ベスト8への道、扉を開けたのは日本。さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願い。Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata.